はい、おはようございます。AMX ジャパンです。今日もよろしくお願いいたします。さあ、今日もですね、変わらずカレーを食べていきたいと思います。で、この企画はですね、買えるだけこの辺の周辺でレトルトカレーをバーって買ってきてですね、今108種類切りしていってるんですけども、今日のカレーが67食目、68食目になります。で、今日食べていくカレーがね、こちらです。エチオピアビーフカレーとオリエンタルマースカレー。なんか二つともね、なんか似たような要素を感じるんですよね。あとね、このパッケージのこの男の子のこの顔がね、悪そうなんですよ。こんな可愛い顔してね、辛口って書いてあるんで、さあ楽しみですと。腹減ってます。温めていきます。はい、できました。じゃあ入れていきましょう。今日からですね、皿はね、一つでやろうかなと思ってます。米、よし。2回前の動画かな、結構溢れそうになって、やばばいやばばやばおみたいなわけわからんこと言ったんですけど、あのね、スリルが結構ドキドキして楽しかったんで、それやっていこうと思います。セパレートっていうんですか、なんかいい感じにね、こうおしゃれに美味しそうにできたらいいなと思ってるんですけども、じゃあまずエチオピアカレーから入れましょう。それうわ、めっちゃ飛び散る。もうマジやばい、これ。うわ、めっちゃ飛び散るし、うわ、やもう、あーあーあーあああ、飛び散りがひどい。あふれそうだな。皿がちょっとちっちゃいな。これがオリエンタルマースカレーですね。なんかもうあふれそうじゃん。あ、もうちょっと皿が大きかったらな。さあ匂っていきましょう。うわ、うまそう。カレーっぽくない。さあこっち、臭いなんか臭いぞこっち。はい、じゃあエチオピアビーフカレーから食べていきましょう。いただきますカレーっぽくない。分かった、日本のカレーっぽくないけど、ん、ちょっと辛い。日本っぽくないっすね。じゃあオリエンタルマースカレーいきましょう。これがなんかね、昭和37年発売、ロングセラーらしいんですよね。僕全然知らなかったですね。いきましょう。うまっ。食べやすいな。辛口か。ちょっと臭いかな。エチオピア肉入ってますね。まあまあいいサイズですね。うまい。マースカレーも肉が入ってます。うまい。うわー、ちょっと辛いかな。やっつけます。あ、これも辛口だ。辛いと思った。なんだ、両方辛口じゃんか。辛っ。あー、辛かった。食べた、ごちそうさまでした。あー、はい、お疲れさまでした。今日はですね、2つ食べたんですけども、このエチオピアですね、カレーっぽくなかったっすね、最初から最後まで。で、途中で気づいたんですよ、辛いなと思って箱見たら辛口って書いてて、これは辛かったっすね。こっちがね、辛いかなと思ってね、構えて入ったんですけど、全然辛くなかったなっていう印象ですね。で、食べやすうまっと思ったんですけど、匂った時に最初に臭っと思ったんですよね。で、なんかその香りがですね、こう味にもちょっとふわっとくるっていうのがあって、ちょっとなんかね、臭いぞっていうのがありました。まあ、やっぱりね、まずこのパッケージ見たら、ん、どんな味してんだ、食べてみたいぞってね、思ってみたくなると思うんですよね。そう思われた方、よかったらぜひね、試してみてください。
はい、108種類切りしてるんで、残り今日が68食目だったんで40食になりましたね。今後もね、食べ進めていきますよ。あったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。辛いの苦手。